しきりに見ている。内を救ってきたのは2番の三浦、さあ3番手あたりに上がってくるか。1番の辻中が後ろの様子を見ていますが、2番手並走は2番の三浦と4番永井、さあ後方からは3番の塩田も上がってくる。さあしかしこれを1番の辻中がこれを見て一気にペースを上げてきた。さあしかし2番手が少し離れている。1番の辻中が先行、2番手は3番の塩田、3番手には5番の栗田が入って、4番永井は現在4番手、その内側には2番の三浦がいます。さらには9番の西巻と続いてバックストレッチ、1番辻中逃げていく、番手まくりは3番の塩田、その後ろは5番の栗田、さらには4番永井も追走、後ろからは9番の西巻もやってきている、さらには7番の柴田だ。4コーナーから直線、3番の塩田先頭、追ってくるのは栗田、外から永井も突っ込んできた、内からは9番、しかし長いか。